You're listening to Shibuya Cross FM. みなさまこんばんは。毎週水曜日夜10時から鳥羽あけみのミラクルクルクルがスタートいたしました。やった。今日もうわーってなったでしょ。はい、最近のお気に入りでございまして、皆さんがやってくださるんです。嬉しいですね。あっという間に1週間が経ちました。皆様お元気でしたでしょうか。私おかげさまで元気なんですけれども、なんとなく喉がイガイガするなと思ってます。今とっても花粉とそれから黄砂が飛んでいるようで、か弱い私の喉はちょっとキュンキュンしておりますけれども、ぜひうがいを皆さん、しっかりなさってくださいね。なんか見て、ちょっと今日なんか違くない、うん、違うんです。今日のゲストの、私物をお借りしまして、私、応援隊として来ております。かわいいという評判ですが、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。かわいいですね。はい、ありがとう。一人で言っておりますけれども、はい、誰かが受けております。ありがとう。はい、今日はですね、このユニフォーム、フットサルの選手でございまして、嬉しいでございますね。スポーツ選手の方がおいでいただくのは初でございます。パチパチパチ、素敵ですね。とても嬉しいです。実はフットサル、私も 14、15年前ですね、会社のお友達とやっていたことがありまして、面白かった。だってちょっとコート違ってたし、それから男女混合でできるというのも楽しいなと思いました。ただボールがピューンと飛んできて顔に当たったことがありまして、すっ飛びましたっていう話もありますけれども、そのあたりもぜひ今日のゲスト田中優希さんに、フットサルとサッカーの違いなんぞを聞いてみたいなと思っております。ぜひ皆さんも今日はこれを聞いてフットサル大好きとなっていただきたいと思っておりますので、どうぞお付き合いをよろしくお願いいたします。それでは、今日の1曲目お届けいたします。伊藤さくらでストーリー。振られたばかりで頭真っ白、くるくる小鳥が回ってる。寝不足な頭叩き起こし、夢を見てるのサンシャイン。退屈な毎日飛び出して流れる雲を追いかけていたと、くるくる小鳥が回ってる。目を閉じたまま手を白く出走った白
今宵のファーストナンバーは伊藤さくらでストーリーをお届けいたしました。皆さんびっくりしませんでしたか？今なんかあれいつものテーマ曲じゃないのと思って、私もちょっとびっくりしましたけれども、テーマ曲をお届けいたしました。とても素敵な曲ですね。はい、ということで、なんと今、私の前にいらっしゃるのが、田中さんなんですけれども、その前にね、きっとフットサル好きですという人もいらっしゃると思いますので、ぜひこのオンエア中にメールをいただきますと、田中選手にお届けもできますので、ぜひお願いいたします。 info@shibuyacrossfm.jp info@shibuyacrossfm.jp です。応援メッセージお待ちしております。はいはい、それではご紹介いたしましょう。本日のゲスト、バルダロール間違えちゃった、バルドラールあれ、はい、バルドラール浦安の、選手です、田中裕樹さんです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかこう今日はちょっとこんな私が、ユニフォーム着させていただいて、ね、はい、いつもこれユニフォーム着てるやつですね。いつもそうです。まあ、去年のシーズンの、トップチームの、ユニフォームです。あ、そう、はい、でもさ、みんな見てなんかそんなに私が着てても大きくない風に見えるのはやっぱりピタッとしてき、じゃあこうやって見て皆さんこう上半身見ると細ーって思いませんか？私ね、細ーって思ったんだけど、後ほどかっこいいお姿の写真をお見せしますけれど、下半身すごって、太ももすごって、入れようと思ったくらい、すごいんですよね。ということで、それではちょっと田中裕樹さん自己紹介をお願いいたします。はい、自己紹介、うん、はい、まあ、バルドラルで所属してます田中裕樹です。はい、はい、で選手権、うん、あ、一応今、バルドラルレースの、2軍のセグンドというチームの、うん、選手権コーチやらせてもらってます。うーん、はい、すごいですね。だから両方やってるのね、マネージメントという、そうですね、まあ、今年からで、まあ、新たな、チャレンジというか、うん、まあ、自分の中ですよ、決断しまして、そういう、ね、決断して、まあ、チームとしてやっていこうかなというところなんですけど、うん、はい、はい、頑張っていらっしゃいま す、ね、そうですよね、はい、自分のねメンテナンスやら練習やらといろいろ考えながら、ね、まあ、あとね監督ともねこう目になったりとか、うん、まあね、今、まあ、本当今新シーズン始まったばっかなんで、うん、まあね、どういった選手がいてとか特徴だったりとか、まあ、そういったことも、ね、うん、いろいろ考えながらやってるんですけど、すごーい、ね、今日はね、はい、ちょうど練習がお休みということでおいでいただけたんですね、はい、です、はい、ありがとうございます、はい、ちなみに皆さん、フットサルとサッカーの違いご存知かなって思っちゃうんだけど、フットサルは、どこでやる？フットサルはね、うん、みんな結構、まあ、フットサルって、ね、外でやってて人工芝で、ね、うん、フットサル場が結構こうあるじゃないですか。そう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 、結構外でやるスポーツだったりする、うん、ね、してる方多いと思うんですけど、はい、本当は室内でやるスポーツなんですよ。で、体育館だったりとか、うん、まあ、床がね、フラットな、コートでやることが多くて、まあ、競技でやる、ね、選手たちっていうのは基本的には体育館。体育館、なんかね、なんかこうサッカーは外でやってるから、うん、ちょっと外っていうイメージもありますけれど、うん、はいはい、でもコートのサイズがじゃあ違うっていうことですね、うん、あ、そうですね、コートのサイズも違うし、うん、ボールも、ボールも、そう、私ガーンって当たって痛かったんですけど、そうですよね、うん、ちょっと多分ね、当たった時痛かったと思うんですけど、うん、すっ飛びましたよ私。そうなんですよ、ローバウンドボールって言って、はい、重いんですよ少し。やっぱりあの痛さズンってきたものじゃあサッカーボールとも、はい、その重さも違う。違いますね、違うし、うん、もう始まないんですよ、ローバウンドボールって始まないから、はい、かなり初心者としてもやりやすい。うん、なるほど、サッカーボールにバーンって始まないんで、はいはいそういったところでは初心者でも馴染みやすいのかなっていうところはあります。なるほどね、はい、じゃあ、コートのサイズが違う、うん、インドアスポーツである、うん、そしてボールが違うって言ったっけ私ね、はい、であとルールが違う。やっぱりルールも、まあ、多少細かいところは違いますね、うん、サッカーでこうスローインじゃないですか、はいはい、スローインなんですけど、サイドライン割るとフットサルの場合はキックインって言って、うーん、ボールを置いて、ライン上に置いて、うん、で4秒以内に蹴らないといけないんですよ。ええ、
すぐじゃない4秒って。そうなんですよ、まあ、ボールを置いて、うん、審判をこうやってカウントするんですよ、はい、でこれ4秒以上経つと、はい、相手ボールになってしまう。あらららららそれはもうコーナーキック、フリーキック、うん、であのゴールクリアランスって言って、はい、キーパー の選手はゴールキックじゃなくて、うん、ゴールクリアランスって手でやるんですよ。へ、手でパスを出すので、うんうん、まあ、それも4秒以内に4秒以内行わなきゃいけないんで、かなりということはあの随分こう、うん、俊敏なこの動きが必要ね。そうですね、だから、うん、ゴールを、まあ、狙ってシュートを打ったりするじゃないですか、うん、でその後には結構サッカー選手ってこう悔しがったりとかするじゃないですか、はい、結構その時間がなくてもうシュート打ちました悔しがりたいけど、あ、戻んなきゃみたいなすぐ始められちゃうみたいなのもありますね、結構。はい、そうか、結構なんかこう熱くなんかあれね、うんうん、なんかこう余韻には浸ってられないわね。そうですね。あ、でもゴールをしたら、はい、ゴールをした後はゴールをした後はまあね、喜んだりとかできる、はい、パフォーマンスしたりとかする時間はあるんですけど、ああ、よかった、まあ、意外にちょっと審判の人はこう戻ってくださいみたいな、ちょっとこう煽られたりとかしますけど、まあでもあの、まあ、そうですね、サッカーよりはもうよりスピーディーだし、うん、展開も早いし、まあ、そういったところがフットサルの魅力かなっていうのは。そうですね、はい、あと何よりも一番違うのは人数でしたね。そうですね、人数も違いますね。だってさ、サッカーは11人、はい、1チーム11人です。で22人でわさわさ、うん、わさわさやってるでしょ。そうですね。だけどサッカーはフットサルは5対5なので、うん、ね、フィールドが4人、はい、でキーパー1人 で、うん、で登録が、まあ、去年からかな、登録は14名なの で、 そ、 うですか、それはもう交代自由なんですよ。うーん、なので大体あの2つのセットを作って、はい、あのまあ、ファーストセットが出て、まあ、相手あのマイボールの時間帯に、まあ、交代してっていうような、うん、あの感じでどんどんこう、ね、3分とか2分ぐらいずつもう出るような感じですね。まあ、それはもうチームとか監督によって違うんですけど。すごいね、なんかやっぱり頭もなんか使いそうですね。頭も疲れますね。だから、ね、まあ、僕とかもそうなんですけど、あのハーフタイムとかはかなり糖分が必要というか、そのゼリーとか飲まないと、うんうんうん、結構疲れますね、前半だけでも。そうでしょう、はい、あれ時間は何分なんだろう。時間は20分のプレイングって言って、うん、20分20分なんですけど、合計40分なんですけど、あのバスケと一緒で出ると時間が止まるんですよ、はい、プレイングタイムって言って。へ、はい、だそこがまあ、サッカーと違うところで、試合は40分なんですけど、うん、実質サッカーと同じぐらい、1時間半ぐらいはだいたい試合は行われますね。あ、そうですか、はい、なるほど。やっぱり随分となんか勝手が違いますね。違いますね、まあ、うん、かなりサッカー、まあ、一応フットボールはね、ボールを蹴る競技としては一緒なんですけど、うん、かなりその、ね、細かいところを見ていくとなんか別競技なのかなっていうぐらい、うん、ちょっと違いますね。ねえ、うん、あとあの自分でねプレーしたことがあって分かるのは、はいはいはい、あの観客席とねすごい近かった気がするの。ああ、そうですね、だってこうラインと、うん、まあ、あの試合する場所と違うからかもしれませんけど、うん、ラインがあってもすぐなんかこう観客席のそうですね、うん、そうですね、あの普段の体育館とかもあの競技するね、選手たちがやってるあの体育館とかっていうのも、はい、まあ、かなり近くて、うん、でまあアリーナ席っていうのもね設けられてて、まあ、そこは本当にボールが飛んできたりとか、はい、かなり臨場感ある、ね、プレーが見れるので、まあ、選手目線で見れるっていうのが、ね、うんうん、すごい魅力かなっていうところで、まあ、かなり選手も距離が近くて、へ、あの最後は、ね、ハイタッチできたりとか。あ、そうですか、はい、まあ、そういったのも一つ、ね、こう距離が選手と距離が近いのも魅力かなっていうところはありますね。なんかそれすごい楽しい気がする。そうですね、ね、うん、僕はフットサルのいいところだなっていうところは思います ね。で実際に、うん、あのフットサルも日本代表とかあるんですって。 ありますね、日本代表 もうそれ知らなかった私、はい、そう結構ね知らない人多くて、うん、で僕もあ結構知らないんだなっていうのはあのいろんな、ね、方たちとこうお会いして話すと、はい、ね、そういうのあるんだっていうのは驚かれたりもして、ね、そうなんで、ワールドカップもねあのちゃんと年に4年に一度ちゃんとあるので、まあ、なんてことでしょう、ね、なんてことでしょうそう、だってきっとみんな知らないもん。そうですね、もっと応援しなくっちゃ。そうですね、だからまあ、ね、こういう、ね、こうメディア使って、ね、うん、そういうの発信できたらなってことで。そうですよね、はい、だってさ、そのプロリーグっていうの、うん、
リーグもできたのは13年前、はい、そうですね、13年前ですね、十数年前ですよね、はい、で実際に、そのプロリーグとか、うん、まあ、関東リーグとかいろいろあるじゃないですかね、はい、でそれで田中さんはいろんなとこでプレーされてるんですよね。そうですね、かなりいろんなとこでプレーしました ね、うん、ね、結構多い方だと思いますね。ちょっと写真を見ながらね、あ、はい、これどこよっていうのを言ってもらえるといいと思うんですけど、はい、一番最初が、浦安、はい、だから今も浦安だから、はい、ね、だから一番最初がそこなのね。そうですね、はい、一番最初、うん、がまずヒューマンアカデミーっていう高校卒業、はい、高校はサッカー部だったんですけどね、高校卒業してからヒューマンアカデミーっていう専門学校に、うん、行って、そこがこのちょうどバルドラル浦安の、はい、チームと提携してまして、でそこが浦安の選手だったり、あ、出た出た出た、そうですね、監督とかが指導してきてくれて、これちょうどでも卒業しても浦安のセグンドに入団した頃ですね。あら、そうですか、はい、すごい、まだ19、20歳ぐらいですかね、これは。そうね、この時も若いの？若いの？違う、間違った、細いの？この時の、めちゃくちゃ細いです、もう本当に60キロぐらい、ね、だけどそう見えないの、やっぱりこの太い太ももの。そうなんすかね、あ、じゃない、もうかなりでも細くて弱いって言われてましたよ、やっぱ。あ、そう。でも機敏に動けていいわね。うん、次がね、次の場所が赤いやつ、そうですね、はい、名古屋オーシャンズサテライトって、うん、これ名古屋オーシャンズって唯一日本で一番もう強い、うん、チームでも本当な、もう10年連続ぐらいは優勝してるチームで、もう唯一のプロチームで、本当海外のブラジルの代表選手とか、もう日本代表選手と、もうブラジル代表選手とか海外のそういうスーパースターが来るような、すごいね。そうなんですよ、だからかなりね、みんなここに勝つために、ね、うん、日々トレーニングを行ってますけど、そこの、まあ、環境を見てみたいということで、うん、浦安で、2年半ぐらいやった後に、うん、もう行ってみたいということで行って、うん、でそこで1年だけやらせてもらって、やっぱりここでは、うん、なんかこうなんていうの、本当に強いところだから、ちょっと学ぶことも多かったかな、うん、そうですね、かなり多かったですね。でやっぱ、間近でね、その本当にスーパースターのプレーっていうのを見れたんで、うん、なんか僕自身もその練習、トップの練習参加もさせてもらったりとかしてて、でかなり、ね、吸収できるものがあって、うん、で自信にも本当につながって、僕もそのトップリーグ、レフリーグで、ね、はい、通用できるんだっていうふうに、こうなんていうかな、確信ができた年でしたね。素晴らしいね、この年は。だってそんなさ、強い人たちとね、うん、一緒にやって自分も頑張れるんだって思えたのはすごい。そうですね、ね、こう、うん、やっぱりだから今があるんだね。そうですね、本当にここにいた時は寮で、はい、4人ワンルームに4人で住むんですよ。へー、野郎が4人。そうですね、で2段ベッドで、うん、でまあ、僕はその2段ベッドの下だったんで、うん、まあ、ちょっと、まあ、カーテンをつけたりしてプライベートあったんですけど、うん、かなりきついプライベートがもうほぼほぼないような、へ状況で1年間、ね、過ごしてました、ね、もう学生のような合宿ですね。そうですね、なんか毎日合宿してるような感じですね。次がね、このまたユニフォーム変わりました。はい、これが、まあ、名古屋行って、うん、その後にまた浦安の今度トップチームで、うん、特別指定選手ってアンダー23と23歳以下は、うん、その特別指定選手で選手を入れなきゃいけないっていう、ルールがあって、うん、まあ、それでまた呼んでもらって、はい、浦安の、ね、トップチームに戻ることができたっていう、うんうん、素晴らしいですね、この年は。そして次がですね、この浦安からの、これもこれはどこ？これはバサジ大分って言って、うん、大分のチームですね。でここも1年間だけ浦安でトップチームでやらせてもらった後に、うん、移籍させてもらって、でここもねプロチームで、名古屋ともう一つバサジ大分っていうチームが、まあ、二階堂っていう、イイチコの
あの、うんうんうん、お酒あるじゃないですか、はいはい、そこがあのこれ胸スポンサーにも書いてあるんですけど、おそこがスポンサーで入ってるんで、まあ、資金力もあって、うん、まあ、プロでやらせてもらって、なるほどね、やっぱりスポンサーついてほしいね、はい、応援してほしいね、本当に、うん、はい、スポンサーで本当にチーム変わるので、そうですね、はい、そして次の写真があら今度緑色だわ、はい、これはあのデウソン神戸って言って、うん、大分の後に、ね、神戸のチームに移籍させてもらって、なんかどんどんこう移籍させてもらえるってありがたいわね。そうですね、ありがたいですね、まあ、あの神戸はあの僕が、浦安にいる時に、うん、あの一応お声掛けしてもらってたんですけど、まあ、その時はちょっと断ってしまったんで、うん、まあ、またちょっと声かけてもらったんで、うん、まあ、最後ね、あの行かせてもらおうと思ってね、うん、行ったんですけど、うん、はい、でこのチームはあの、まあ、ちょっと資金的な面で、はい、ね、ちょっと厳しくて、うん、F1 リーグってその、ね、1番目のトップリーグにいたんですけど、うんうん、まあ、自らちょっと降格をしなきゃいけなくなってしまって、うん、今 F2 で、うん、あ、そうですか、やってるんですけど、うん、 まあ、それもあって僕とかもね、うん、違うあの選手たちもみんな移籍しちゃったりしちゃったんで、うん、まあ、結構ちょっと寂しさはあったんですけど、うんうん、なるほどね、うん、でもちゃんと F2 で、ね、今、はい、やってくれてるんですね、はい、うん、はい、次が、はい、お願いします、はい、あ、かっこいい、これ浦安、はい、今いるね、そうですね、はい、はい、今年去年ですね、去年戻ってきて、うん、で、まあ、2軍からのスタートっていうことだったんですけど、うん、去年はスペイン人監督のリケール監督っていうあの監督が来て、外人さんがいらっしゃるのね、そうなんですね、スペイン人の監督がいて、まあ、その方はもうワールドカップで、もう優勝もしてる、うん、素晴らしい監督なんですけど、うん、選手時代も本当にすごいワールドカップで優勝してる選手だったん で、うん、で監督としてもやっぱ素晴らしい人 でその人に扱っていただいて、うん、トップチーム上げてもらって、うん、はい、やらせてもらってたんですけどね、それ嬉しいよね、はい、うん、へー、すごいすごい、はい、このねシーンと、はい、次お願いします、あ、これもやってます、これ何やっぱりサッカーと同じで、うん、ちょっとこうちょっとカットじゃないけどそういうのはありね、あ、全然体もぶつかりますし、うん、もう手もね、うん、使いますし、まあ、ファール気味にね行くこともありますし、うん、やっぱそこは、ね、上のレベルに行けば行くほど見えないところでね、うん、こう、まあ、マリーシャっていうんですけど、ずる賢いプレーとかもね、うん、やっぱあったりとかも全然しますし、まあ、スライディングもね全然 OK なので、うん、はい、かなりねバチバチやってますね、はい、はい、次お願いします、あ、これはゴールじゃないね、これはちょうど点取った時ですね、多分ピューヒュー取った時ね、はい、はい、そして次これこれね、皆さんきっとファンの方はご存知だと思うんですけど、田中選手がゴールを決めると、はい、やってやるんですか、そう、ゴール決めましたで、ね、これをお嬢さんがいらっしゃるんですけども真似するの、かわいいのね、そうなんですよ、子供が今ね、1歳2ヶ月で、うん、はい、女の子なんですけど、うん、もう真似してくるんですよね、うん、まあ、僕が教えてるんですけどゴールっていうと、うんうん、もう体もこうってやるんで、かわいいね、はい、めちゃくちゃかわいいんですよ、うん、はい、そうそう、これそのシーンですねはい、OK です、それでは、ここでですね、ちょっと今日の2曲目を入れますね、はい、はい、ザ・マルチーズで風をお届けいたします、yeah。
本日のセカンドナンバーはザ・マルチーズで風をお届けいたしました。はい、それではタイトルコールをね、田中選手とやりたいと思います。いきますよ、はい、毎週水曜日夜10時から鳥羽明美のミラクルクルクルやったー、はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで、なんとお話をしている間に皆さんから応援メッセージを頂戴しました。やったー、ありがとうございます。すごい OK、田中選手、はい、兵庫から応援してます。頑張って話してください。沙織さん、ありがとう。沙織さんです。はい、はい、次がね、すごい、ま、鳥羽さん、田中さん、スタッフの皆様、こんにちは。ラジオネーム、アルマです。アルマさん、いつもありがとうございます。はい、この番組のテーマソング伊藤さくらさんだったんですねって、さっきね、あれ間違えちゃったかなって思って、はいはいはい、ずっと誰の曲なのか知りたかったです。あ、きっとアルマさんのために私間違えちゃったんだな。はい、よかった。はい、そして、田中さん、フットサルの選手なんですね。私はフットサルはやったことはないのですが、はい、サッカーをしていたのでミニサッカーはやったことがあります。はいはいはい、ですがフットサルはスピードはすごいスピードですよね、うん、などで考えている時間がないですね、うん、スピードになれないと見ていることも大変だなと思っています。アルマさんです。だからやっぱりスピードになれないと、まあ、見るポイントをちょっと後でぜひ教えてください。はい、はい、そしてもう一方、お久しぶりです。田中コーチ、お久しぶりですね。ラジオ聞いてます。 V って書いてある。今年は高知県選手みたいですね。フットサルの宣伝を頑張って、ケンタ、関西のケンタさんです。はい、ケンタ、はい、ありがとうございますありがとうございます。いや、嬉しいね。嬉しいですね。 OK、 そうしたらですね、ぜひフットサルの宣伝をどんどんしましょう。はい、はい、今いらっしゃるバルドラール、はい、バルドラールです。うん、皆さんとの写真をちょっと出してみましょうかね。このね、ロッカーで、ほら、みんなこれ試合前ね、うん、うん、こんなような感じだったり、それからコートに出た次の写真も、あ、すごい、見てください。ここに田中選手もいますのかね。一応、はい、いますね。いますね、いますよ、みんないますよ、見てください。はい、そしてもう一枚あるかな。はい、これ皆さんでの写真です。でね、さっきも打ち合わせで話してたんですけど、田中選手チャラいです。いやいやいや、チャラくないです。そう、チャラくは全くなくって素敵なんです。かっこいいんです、うん、で、なんですけども、なぜ皆さんがこうちょっと普通の頭っていうのは変ですけども、あんまりこうチャラチャラってしてないかというと、皆さんお仕事別に持ってて、そうですね、ね、まあ、はい、で夜練習したりして、うん、でこのように活動されているということもあって ね、はい、本当に大好きなんだなって思います。そうですね、好きじゃないとできないですね。夜も9時11時で、ね、練習して、うん、帰ってまた朝から、ね、仕事とかっていうのは本当大変だと思うんで、うん、ね、僕もそうですけど、うん、まあ、本当に好きじゃないとできないと思います。本当ですね、はい、でね、実際に今田中選手は、あれです、フットサルクリニックというね、はい、ものもやっていて、そうですね、これはフットサルクリニックは何ですか。まあ、フットサル、まあ、クリニックというのは、まあ、言ったら、ね、大人の方とか、うん、まあ、ね、中学生以上の方に僕は一応向けてやってるんですけど、うん、まあ、フットサルの普及をするために、まあ、今僕自身もね TY ムンドっていう、うん、フットサルの普及プロジェクトっていうのをやってて、まあ、その中で、ね、こう皆さんのこう目がね肥えたりとか、うん、まあ、フットサル選手ってこういうことを、ね、試合中考えながらプレーしてるんだよっていうのをなんか、ね、フットサルクリニックを通して伝えられたらなっていうことで、うん、はい、いろいろそういった活動もしてるんですね。だからそれを知ることで、はい、さっきアルマさんがおっしゃってたみたいに、うん、こうすごい早いから何が何だか分かんないっていうこともないっていうことですよね。そうですね、まあ、そういったところをなんか伝えられたらなっていうところ、うん、まあ、なんかただこう見てね早いとかすごいとか、ね、うん、強いとかじゃなくて、うん、なんかもう一個こう踏み込んでというか、うん、ね、深いところをなんか知ってもらえたら、そのフットサルの見方とかもねちょっと変わってきて、うん、面白さもね増えるんじゃないかなっていうところで。そうですよね、はい、ほんとほんと。だから多分サッカーをやっていて、うん、ちょっとサッカーきつくなったなっていう方は本当に例えばフットサルされましょうとかそうですね、多分
その、まあ、屋内ということと、うん、あと人数が少なくてもできるっていうことで、とても手軽な感じ、うん、そうですね、ね、うん、で実際にその田中選手がね捉えている、うん、あのフットサルの位置づけというか、うん、なんかこうサッカーとの兼ね合いとか。そうですね、まあ、フットサルって、ね、日本では今本当やっと普及してきて、うん、あのいろんな場所にフットサル場があったりとか、フットサルを始める子どもたちも、ね、すごい増えてきてるんですけど、僕たちが、子どもの頃ってフットサルのスクールって多分、ね、あんまなくて、うん、まあ、もしかしたら全然なかったんだと思うんですけど。ないよねきっと、はい、やってる人が多分ほとんどいなかったもんね。そうですね。で僕のチームに、ね、一人だけフットサルの選手だったコーチがいて、うん、で それでちょっとフットサルっていう認識はちょっとあったんですけど、子供なりに、今フットサルってもうスペインとかブラジルの、ね、こう選手たちっていうのは、うん、もう子供の頃に幼少期にもフットサルを始めて、うん、でそこからフットサル選手になるのか、まあ、サッカー選手になるのかっていう風に分かれていくので、まずそのフットサルをやることによってその、ね、スピード感とか、ね、こう対人の、ね、体の強さだったりとか、うん、うまく、ね、こう使う、巧みなボールコントロールだったりとかっていうのが養われるから、やっぱサッカーであんだけの広大なスペースの中で、そうか、はい、余裕を持ってプレーできるっていうのが一つあると思うので、うん、うん、だ日本にもそういった、ね、選手が生まれてくるためには、やっぱ僕たちがこういうのを、ね、やっぱ発信して伝えていかなきゃいけないなっていうのがあると思うので。そうですね。そうだってさ、もしよ、うん、フットサルをやっていて、うん、その俊敏さとかいろんなね、うん、こう構築とか、うん、はいはいはい、学んで、じゃあ、ね、どっちに行くって言ったら、サッカー選手もしくはフットサル選手って、うん、選べる可能性も出るってことでしょ。そうですね、可能性も ありますし、うん、本当になんかそのサッカーの可能性が広がるんじゃないかなっていうのは僕は本当に思うし、うん、僕が本当に小さい頃にフットサル学んでたら、はい、ね、もっといい選手っていうかサッカーでね、うん、本当にプロになったりとか、いい選手になれたんじゃないかなっていうふうに思うので、うん、まあ、本当にやっほー、あらあら、うわ、見に来てる、もう素敵、見に来てくれてる、ありがとうそうなんですよ、だから、うん、ね、そういったのも含めて、うん、なんかフットサルをもっと伝えていきたいなっていうのは、そうですね、はい、ありますね。本当にもう、うん、結構大事よね。そうです、僕は本当に大事だと思います。うん、はい、で、うん、だから本当にそのお子さんたちがまずそのフットボールになれるっていうね、うん、ことではフットサル始めるのいいですね。うん、そうですね。うん、はい、であとお話を聞いていて思ったのが、そのまあコートもね、うん、選手と近い、うん、でやっぱりこう見に来てもらえると、なんかこう一緒にこう触れ合えるっていうのが、はいはいはい、ね、そうですね、一つね魅力ですよね、フットサルのね。うん、だからよくも試合終わって、まあ、選手もこう帰る準備とかしてロビーとかにこうね、うん、ファンの人とかサポーターの人たちっていうのは、うんうん、そこでちょっと待って待ちしてるんですけど、はいはい、まあ、そこでねこう今日の試合のこととか、ね、いろんなお話できるったりもするし、まあ、子どもたちとかね、うん、皆さんとサイン、ね、こう書いてあげたりとかもできるので、まあ、そういったことが一つね魅力かなっていうのは思いますね。いいですよね、本当、はい、うん、そこはね、なんて言うんだろう、やっぱり本当のプロの選手たちと触れ合えて、うん、なんかお友達感覚っていうのかな、うん、でまたそこに憧れてでできるっていうのがね、うん、そうですね、いいですよね。いいと思います、はい、うん、でさっきね田中選手のことチャローなんですって言いましたけどでも私ね、そういった部分ってとっても大事だと思って、はいはい、あ、田中選手みたいにかっこよくなりてーって思う男の子、女の子、うん、やっぱりいるんじゃないかと思うんですよね。そうですね、まあ、一つね選手としてねこうやってる以上はやっぱ憧れるられる選手にね、うん、やっぱなっていかなきゃいけないし、やっぱフットサル界も、うん、ね、そうやって憧れられて、うん、ね、こう選手がまたねいい選手が増えて、うん、フットサル選手目指したいっていう子がね一人でも多く増えてくれるのが ね本当に僕たちの願いでもあるので、本当本当やっぱりそれって結構大事ですよね。大事ですね、うん、はい、まあ、僕もね本当に大先輩たちを本当憧れて、うん、このねフットサルの世界に入ってきたんで、うん、やっぱそういった、ね、選手が本当いるっていうのが本当大事だと思います。そうですね、うん、ね、そんな選手の筆頭になっていただきたいですね。頑張ります。あ、すごいですよ、また来ちゃ、また来た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 、すごい、なんかとっても人気者本当ですか、はい、見てます
ゆうきくん応援してますよ、幸せプレゼンターゆきこさんからいただきました。秋山さん、はい、はい、そしてあ、すごいです、ミラクルクルクのゲスト田中選手へ応援メッセージです。フットサルのプレーの楽しさをこれからも教えてください。選手としてもパパとしても応援してます。ユニフォームにサインもそのうちお願いします。りょうこさんからいただきました。はい、ありがとうございます。あ、そうだ、ユニフォームにサインもいいよね。いいですよね。こういうユニフォームも販売してるの？あ、販売してます。あ、そう、はい、ぜひそうしたら ね、会場でも販売してますし、うん、あのもう販売してるのかな、もう今あのチームの方では販売開始してこれからするのかと思いますね、うん、はい、また今年はねまた違う、うん、あのデザインで、あ、そうなのね、はい、竜の鱗が入ってる。なんかちょっとかっこいい。え、それも持ってきたらよかったの、はい、それまだもらってない。あ、もらってない、はい、あ、これからなんで。そうなのね。あ、そうだそうだ、これからシーズンなんじゃない？そうですね、はい、やっとチームのチーム指導が始まって、はい、あのそうですね、6月の15日に関東リーグは、僕が出場する関東リーグは6月15日に、うん、はい、開幕しますね、うん、はい、いよいよですね。じゃあその前にしか新しいのがもらえないっていうことだ。そうですね、はい、そういうことですね。でね、また皆さんにすごいお知らせは、この関東リーグとかのプレーは無料で見れます。そうなんですよ、素晴らしいね、はい、ですから皆さんご家族で行っても、ね、いいよね、はい、なんかね、フラッと立ち寄ってもらいたいし、うん、なんかその中でもね、あの僕のプレーだけじゃなくていろんな選手がいるっていうのも、ね、うん、知ってもらえたらと思うし、うん、あとはもうやっぱり F リーグっていうのが、うん、あの日本の全国リーグがあるんで、F リーグというのは全国な、全国のプロリーグですね、うん、トップチームがやってるリーグなんですけど、そこはもう北海道から大分まで日本全国で、ね、試合があるので、うん、ぜひそれも、ね、会場に足を運んでほしいですし、あとはアベマ TV でも、うん、スポーツチャンネルの方ですね、あのライブ配信してるので。あ、そう、うわ、ゴリさん、あら、あら、あらってどうもどうも、あら、すごい、もうみんな嬉しいじゃない、応援しに来てくれてる、ありがとう。すごい、ピース、やったー、ありがとうございます。すげー、嬉しいね、嬉しいですね、ほんと。やっぱりね、フットサルますます人気が出てほしいね。そうですね、はい、ぜひ。本当に皆さんにはもう本当にやってほしいです。まずプレイしてほしいし、うん、もうね、プレイできない人でも会場に足運んでもらって、うん、もう本当そのスピード感とかね、臨場感をもう体感してほしいんで。そうですよね、はい、でね、ちなみにここにあるね、シューズ、これは普通のサッカーシューズとまた違うのね、はい、これそうですね、これフットサルシューズって、インドアシューズって言って、この体育館用で、うん、後ろがこう飴色なんですよ。はい、で僕このペナルティも、うん、契約させてもらってて、うん、まあ、シューズとかウェアとかは一応提供してもらってるんで、 ありがたいですね、はい、女子用もこういうのはあるのね。女子用もありますし、あと子供用とかもね、うん、あるんで。なるほど、はい、皆さん、うん、ペナルティ買ってください。そうですね、はい、お願いします。お願いします。はい、OK。 それではですね、あと10分となりました。あっという間でしょ。あっという間、もう本当に、はい、もうこれからの田中優希さんの目標、はい、はい、目標ですね、まあ、今バルドラ浦安の、ね、セグンドに、ね、うん、こう属してるんで、やっぱ一日でも早くトップチームに、まあ、昇格して、うん、で本当そこでしっかり活躍するっていうところで、そこを本当に目標にしてやっていきたいし、まあ、その先には、ね、浦安で引退して、うん、そこで指導して監督だったりコーチを目指してね、うん、こう次の世代に、うん、こうフットさんの、ね、こう僕が思う面白さだったりとか、ね、そういった部分っていうのをフットさんの醍醐味っていうのを、ね、伝えていけたらなっていうふうに思います。そのうちこうコメンテーターで田中優希とか出ちゃったりしてね。そうですね、ね、そうなりたい。そうなりたい、ね、そうじゃん。その先はさ、監督とかやって、ね、うん、でフットサルのとこでこうやって皆さんこんにちはってやるかもしれないじゃない。そうですね、ね、そういうのもあるよね。あと、そういうのもありますね、うん、あとちょっともう一つ写真がね、うん、用意してあるんですけれども、はい、実は田中選手は、みんなに教えてたりしてます。あ、はいはい、ね、ほら、そうなんですよ。これがフットサルクリニックの時の、毎回集合写真これ撮るんですけど、うーん、でいろんな方がね、はい、来て、うん、
こう学んでちょっとプレーもするって感じかな。プレーはしない。そうですね、プレーもたまに人数が合わない方にした時にまあ入るぐらいで、まあ、基本的にはもう指導をしてます、ね、うん、ですね。でもう一枚が、はい、こちらもね、ほら、そうですね、今年からあの、まあ、TY ムードの中で、まあ、こうやってクリニック参加してくれてる中で、うん、まあ、チームとしてね、もっとより深くフットサルをね、こう知りたいということで、うん、あのチームを作らせてもらって、シーアフェクトって、ね、名前をつけてチーム名で活動してるんですけど、うん、まあ、月に4回ぐらい、まあ、週1回のペースで一応トレーニングしてて、うん、僕が一応してるんで、うん、はい、そういった活動も今してます ね。だからこの、はい、だってこのチームもどん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 強くなっていくと、どっかと試合とかとかするってこと？そうですね、まあ、知り合いのチームとか、ちょっとしたワンデー大会とかにも出てね、うん、こうまあ、そこでしっかり、まあ、勝つっていうところを、ね、目標にやってますけど、はい、すごく、ね、楽しいですよ、やっぱ皆さん本当、取り組みも本当に意識高くて、はい、やっていて本当、まあ、指導していて本当に楽しいです、うんうん、ね、はい、ですから、まあ、もちろん監督、その浦安のチームの、ね、監督もそうですけれども、うん、こういったご自身のチームでも、うん、もちろん指導をしていきたいと。そうですね、うん、はい、あとなんか他にありますか、もっと大きなとか、もっと先の夢みたいなのがありますか。そうですね、先の夢ってなると、もう本当に、ね、フットサル界っていうのがね、うん、今本当に、ね、フットサルでマイナーなスポーツと呼ばれてるんで、まあ、そのフットサル界っていうのを少しでもね、こう、まあ、憧れられる、ね、こう業界にしたいというか、うん、プロとしてフットサル選手が食っていけるような環境に少しでも僕なりになんかこう、まあ、力をね、こう、ね、こう、なんていうかな、プラスアルファで何かできたらなっていうふうに思ってるんで、そうですね、本当に普及っていうところと、うん、まあ、あとは、ね、そういった選手をね、もう、まあ、サッカーのね、こうプレイヤーを、ね、こう増やしたいっていうのもあるし、フットサル選手を増やしたいっていうのもあるんですけど、まあ、どっちにもそこはもう関係なく、うん、そういった本当にいい選手をなんかこう育てていけたらなっていうの思いもあるので、引退した後はそういうことも本当力入れてやっていきたいなというふうに思います。そうですね、はい、やっぱり一人だけの力だとね、普及も、うん、なかなか進まないけど、うん、やっぱりこうやって声をかけていくことで、うん、ね、1人増え、うん、10人になり100人になりでね、はい、普及していくように、はい、その旗を振るのが田中選手なんですね。そうですね、振っていきたいですね、うん、はい頑張ります。はい、ぜひ頑張っていただいてね、はい、まあ、そうするとそのうちだんだんお嬢さんも大きくなってきて、ね、そうですね、このフットサルのこれ着てやってるかもしれないしねまあこれとは言わずそうですね、まあ、でも女の子だからね、うん、可愛く育ってほしいですもうね、もうデレデレだから。そうなんです、ね、さっきもね、ずっとね、動画とか見せてね、うん、そうそう見せていただいてね、もう可愛いからね、そうそう、はい、だからお嬢様のためにも頑張らないとね、パパは。そうですね、頑張りますね、ほんと、あとあれじゃないですか、板橋の方でも。あ、そうですね、板橋、僕もともと板橋出身なので、うんうん、そうですね、板橋の、チームを中心にフットサルスクールっていうのを子供向けで、うん、今度今後立ち上げてやっていきたいなっていうのがあって、うん、でやっぱりね、フットサルっていうのがなかなかね、こう根付いてなかったんですよね。僕が育った常盤台 SC っていうチームがあるんですけど、うん、そこのチームの参加、ね、ちょっと遊びに行かせてもらった時に、うん、なかなかそういった部分っていうのがね、こう知られてないんだなっていうのを結構痛感した時に、ね、寂しさもなんかあって、うんうん、なんか何かこうやっぱね、こう環境を変えてあげたいっていうところもあったん で今後そういった、ね、フットサルスクールが立ち上がってて、みんなよりフットサルを、ね、こう身近に感じてもらって、でしっかりフットサルを学んでいけたら、ね、こう地域自体が、ね、フットサルをこう、ね、取り組んでもらって、何か、ね、この選手が変わって、ね、いってくれたらいいなっていうのはありますね。そうですね、うん、だから、まあ、故郷というかね、うん、まあ、出身地の板橋でもそうですし、そうですね、うん、浦安もそうですし、そうですね、ね、まあ、でもほらあちらこちら大分も神戸もあっちも行ったから、そうですね、ね、それぞれでやっぱり、うん、
何かお役に立てればという感じですね。そうですね、本当にそうですね、本当にそう思ってるんで、もう全然地方とかでもね、うん、今後そういった活動していきたいなというふうに思ってるんで、うん、ぜひ、はい、お誘いお待ちしています。本当ね、はい、ぜひお声かけいただきたいですね、はい、あと先ほどもねサッカーをやってたっていう、この前この番組の前に出られたね、うん、税理士の先生がいましてね、そうそうそう、さっきもちょうどお話ししてね、まあご紹介したら本当に気軽に一緒にやりましょうよみたいにね、うん、田中選手をおっしゃってくださるのも一般の人たちはとても嬉しいと思いますし、そうですね、うん、はい、ぜひやりたいです ね、 ね、なんか YSCC のね、うん、選手となんかこう知り合いってことだよね。ね、なんかそれもご縁でね。そうなんですよね、うんうん、4月の末に練習試合やるんで YS とは、はい、はい、それはどこでやるんですか。それは藤沢ですかね、YSCC のそちらのホームの方でやらせていただくんで、うん、じゃあもしかしたらご近所の方は見に行くことができるのかな。そうですね、はい、ね、ぜひ見に来てください、うん、はい、応援しに行くとね、はい、田中選手に会えますよということで、はい、そうだけどでもそうしたこう地道な草の根運動みたいな形で、はいはいはい、うん、ちょこちょこやっていくことがまた大事だなと思うんですね。そうですね、うん、はい、まあ、地道にやるのがなんか一番の近道なのかなっていう、うんうん、だと思ってます。そうですね、はい、そう信じてます僕は、はい、ね、まあ、実際に、今は選手と、ね、うん、コーチ兼務されているので、うん、はい、いろいろ大変かと思いますけれど、はい、でもそこのチームも強くなったら嬉しいよね。そうですね、はい、まあ、その浦安のセグンドのチームは、うん、まあ、関東リーグ一部リーグを優勝するっていうのと、まあ、そう優勝というか、ね、前期4位以内になると地域チャンピオンズリーグっていうその地域リーグの中 の、 そのチャンピオンを決める大会があるので、うん、まあ、そこに出場するっていうことと、うん、そこで優勝するっていうのと、あとは選手権って最後に大きな大会があるんですけど、そこはもう F リーグのトップチームともやれるような地域リーグが F リーグを倒せる唯一の大会なんで、うん、まあ、そこでも全国大会に出るっていうのを目標にやってるんで、うん、はい、ぜひそこの目標に達成できるように、はい、今シーズンも頑張りたいと思います。わかりました、はい、そうすると、5月からスタートで来年の3月までシーズンでしたね。そうですね、はい、もう今、はい、チームはもう始まってるん で、うん、で開幕が6月の15なの で、 でそこから、まあ、勝ち進めば3月の最後の大会ま で、 そうです、ね、はい、楽しみにしておりますよ、はい、ありがとうございますぜひ、はい、皆さん、スケジュール等々は田中優希さんの Facebook、Instagram 出てますので、はい、そちらぜひチェックしていただいて、はい、応援に行ってくださいね、はい、はい、今日は本当にありがとうございました、バルドラール浦安の選手兼コーチを担当されています田中優希さんがゲストでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、体に気をつけて頑張ってください。はい、ありがとうございます。頑張ります。はい、ありがとうございます。じゃあね、皆さんにはね、こちらからさようならになるんですけども、はい、はい、バイバイって言ってやっていただいていいですか。はい。はい、じゃあね、みんな、はい、さようなら。